中央に軽くこうぼかし込んで入れていくっていうのがコツかなと思います。こんな感じ。かなり爆誕した。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は大人の涙袋メイクということでやってまいりたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。大人の涙袋メイク、皆さん興味ありますか？なんとなくもう今涙袋市民権を得て、もう当たり前っちゃ当たり前みたいな世の中になってるじゃないですか。でですよ、先日麻布台ヒルズで出版記念イベントっていうのをさせていただいてですね、その時にお直し会っていうのをさせていただいたんですけど、その時の方がお一人がね、ちょっと涙袋がうまくいかないと、そのやり方を教えてもらいたいということでやり始めたところですね、涙袋って言った途端にですね、なんとみんながダーッと前に押し寄せてきたわけですよ。まあその時10人限定のイベントだったんで、もう本当にみんなこう近くで見たい、この市民権を得た涙袋っていうのは私たちの心の中にですね、どうやらじわじわと潜んでいるようでございます。まずは私の研究結果を皆さんにシェアしていきたいと思います。はい、まずですね、今上のメイクだけは通常通りしております。はい、こちらはですね、エクセルリアルクローズシャドウ CX06 番バックスリットってやつですね。ね、これをじゃあちょっと入れていきたいと思います。で、まあここでもいいしここでもいいんですけど、初心者さんはあんまりこう濃い色じゃなくて、ちょっとこの辺の色から少し混ぜてながらやっていくといいかなと思います。なのでこの辺をちょっと今日この辺ちょっと混ぜて、少しこうちょっと手とかになじませてですね、この入れる時にちょっと意識してもらいたいのが、こうやった私涙袋ちょっとポコッと出てくると思うんですけど、この目尻からこのくぼみがあるじゃないですか、くぼみのあんまり下じゃなくて、くぼみのこのぷくってしてるところの下側、膨らんでるところの下側あたりをなぞるような感じで、こんな感じです。まあんまり下側、この真下っていうよりもこの境目、ちょっとぷくっているしてるところのこの線の上側っていうのかな、このあたりをにちょっとこう入れるような感じにしてもらいたいんですよ。あんまり下に行くとちょっとクマみたいに私たちの年代だとなっちゃうし、かといってあんまりフレームだとあのぷくっとした感じが出にくいんですよ。なので結構だから割と広めに優しく入れる感じです。この服のこの下側のところ目尻から、これ私の研究結果ですけどね、こんな感じに入れていく。ちょっと広めに色が入ってる状態かなと思います。でちょっとあの上級者さんになってくるともう少し濃いめに入れてもいいと思います。 色を結構入れるのが怖い人も多いと思うんですけど、でこんな感じですね。今まだプクッとしてません。プクッとしてないと思う、うん。でこれで今度はですね、目の下にこのぷっくらしてるところ、ここに今度はハイライトを入れていきます。ハイライト。今日使うのはセザンヌフェイスグローカラー02番のこちらのハイライターの方。ハイライトカラーの方を使っていきます。こちらね。はい、これね、優しいパール感で割と使いやすいかなと思うんですけど。で、ちょっとこう少し大きめの、先ほどより大きめの、やっぱり先端だけにつけていいです。先端。ちょっと腰があるやつで、このぷくっとしてる
この一番出っ張ってるところに入れていきます。こんな感じですね。でちょっともうちょっとプクッとさせたいなって思うじゃないですかね。でもうちょっと物足りないな、もうちょっとプクッとさせたいなって場合はこちらのね、キャンメイクのスリムシェードライナー01番、アイライナー眉積ってなってますけど、アイブロウとかアイライナー、まあ何に使ってもいいんでしょう。これこういうのとか、まあセザンヌとかでもいろいろ出てます。今日はこれを使っていきますね。割と使いやすい色じゃないかなと思います。これをこれです、ここに。これねベターってやるんじゃなくて、この本当に中央ぐらい、ここぐらいに入れていただいて、プクッとなったと思います。なったんですけど、あの注意すべきはやっぱり私たち世代線になるとシワに見えやすいので、これは絶対ぼかす、ぼかした方がいい、絶対に。なのでとりあえずはね、何もついてないこういう細かい筆でぼかしてもいいし、先ほどのこのこういうライナー持ってない人はこれだけでもいいです。先ほど使ったこの辺の色だったり、この辺の色を混ぜて、先ほどのラインのところに入れたのをこういうふうに少しぼかしていく。さらにこれはピンポイントで入れていく感じです。であんまりこうしっかり長くしない、下側だけ、特にこのあんまり前の方にいっぱい入れすぎちゃうと途端にシワに見えやすいの、この中央に軽くこうぼかし込んで入れていくっていうのがコツかなと思います。こんな感じ、かなり爆誕した。こちらね、エクセルの先ほどと同じリアルクローズアイシャドウの、このハイライトカラー、これパールが結構強めです。画面だとちょっと分かんないかもしれないけど、パールが強めのハイライトなってるので、これをここに出していく。で画面だとこれかなり爆誕して見えると思うんですよ。でね、私はいつもアンダーラインをねちょっと入れたい人なので、これでアイライン、アンダーラインを少し入れていきたいと思います。はい、人によってはね、もうこれで十分、下まつげある人なんかはアンダーライン入れなくても可愛い人もいると思うので、まあそれは好き好きで、私はちょっとアンダーラインを入れたい人なので入れていきます。かなり爆誕しました。はい、ですがこれちょっと注意点がございます。こちらね、特に下まぶたって結構シワが多いんですよ。だからこのパールがですね、この爆誕部分のぷっくり部分のパールが変に粗目立ちする場合がある。少しこうシワシワ感が出るっていうか、なんかね、映像だと多分ね、あ、可愛いじゃんって多分思う人多いと思うんですよ。だけど冷静にこう見た時に、なんかこうすごい頑張っちゃってる感じがして嫌だとか、つるんとしてない感じっていうのが気になる方もおそらくいらっしゃる。で私今めっちゃ気になってるんですよ。私今これものすごい違和感を感じてるんですよ。ラメを見るつけるととにかくプクッと見えやすいんですよ。すごいプクッってなる。だけどこの今言ったような違和感を感じる人割といらっしゃると思うので、そういう人におすすめなやり方をこれから説明させていただきたいと思います。はい、先ほどと同じように、
入れていきますよ。これは一緒です、まあ、これ入れてもいいし自分の好きなように自分がね入れたいように、初心者さんは優しい色からやるといいと思います。この下まぶたのぷっくりの下側ラインを、はい、まずこれが第一ステップ。これは一緒ですね。これだけでも結構ぷくっと見えると思います。はい、それでぷくの部分を、先ほどはパールが割と強いものを入れてきました。こちらはですね、クリオのプロアイパレット02番のブラウンシューン、こちらの一番端っこのこのマットなベージュカラー、白っぽいベージュカラーですね、こういう色だったり、もしも乾燥とかが気になる方はもうコンシーラーです。コンシーラー、これ割と白っぽい色のコンシーラーを選んだり、もちろんこのパレットじゃなくてもお手持ちのコンシーラーでちょっと白めのコンシーラーを選ぶといいかなと思います。で、どちらがナチュラルにできるかっていうと、よりナチュラルになるのは多分パウダーの方が色付きが弱いので、パウダーの方がよりナチュラルな感じは出ると思います。今日はね、だからね、こちらのパウダーでちょっとやってみようかなと思います。マットなパウダーを先ほどと同じところに置きます。これもうちょっとやっぱ細い方がいいな。こんな感じかな。で、先ほどと同じように下はこういうで入れてもいいけど、これがすごく違和感を感じるんだったらパウダーだけちょっと足してもいいです。もうちょっと、もう少し爆誕させたいな、この下側軽く。本当に中央ぐらいを少しさっさっさとやるぐらいで、これでちょっと、先ほどと同じようにアンダーラインを入れてまいります。こんな感じ。ということで今日は大人の涙袋メイクやってみました。皆さんどうですか？研究されてる方も多いことでしょう。ぜひコメント欄でシェアしてみてください。ではバイバイ。